僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。くまモン、肥薩オレンジ鉄道って知ってる？僕、夏休みに肥薩オレンジ鉄道に乗るんだ。肥薩オレンジ鉄道は窓から見える景色がとっても綺麗なんだ。夕日が見えて海も見えて、確かくまモン列車もあったような。いいなあ。あれあれあれ、くまモン、ケンちゃんは考え事をするとちっちゃくなっちゃうんだよね。肥薩オレンジ鉄道は何といっても車窓からの風景が魅力の鉄道で、今年大きな節目を迎える駅もあるんですって。今回は肥薩オレンジ鉄道について調べてみましょう。肥薩オレンジ鉄道は熊本県の八代駅から鹿児島県の仙台駅まで 116.9 キロを結ぶ鉄道です。内海の八代海と外海の東中海を眺めながらゆっくりとした鉄道旅が楽しめます。美しい風景を眺めながら美味しい食事が楽しめる観光列車オレンジ食堂は運行10周年を迎えるなど節目の年を迎えています。また様々なラッピング車両を楽しむことができるのも肥薩オレンジ鉄道の魅力の一つです。くまモン、くまモンのラッピング列車がある。嬉しいね。中もくまモンがいっぱい。ほら、うわー、くまモン、くまババだ。すごいすごい。おー、うわー、すごいね。列車は日名郡温泉駅に到着しました。ここ日名郡温泉駅は節目の年を迎えられると聞きました。はい、日名郡温泉駅は今年開業100周年を迎えます。1923年の7月に当時肥薩線の日名郡駅として八代日名間が開通いたしました。開業当初から数えると100周年を迎えますので、沿線の皆様への感謝の気持ちを込めまして、今年7月22日に開業100周年記念事業を開催いたします。どんなイベントになりそうですか？千葉県の銚子電鉄という地方ローカル鉄道が制作した映画電車を止めるな、これを上映いたします。また沿線の景色を描いてらっしゃる熊本県美術協会の古賀義隆さんという方が描かれた絵画作品展も行う予定です。ぜひ皆様のおいでをお待ちしております。続いて当日のイベントを盛り上げていただくお近所会の方にもお話を聞いてみましょう。皆さんにとって日名郡温泉駅はどんな存在ですか？私たちが学生の頃から利用していまして、思い出がいっぱい詰まったところです。で、昔は馬車が走っていたりですね、朝市が開かれていたりして、とってももう活気にあふれていました。まあ、時が経ちまして、駅の様子はすっかり変わりましたけれども、もう変わらず地元のみんなに愛されている憩いの場です。100周年のイベントも楽しみですね。はい、当日のイベント私たちと一緒に楽しみましょう。皆様ぜひお越しください。お待ちしています。次回の GO! くまモンナビは、県内企業の成長戦略を支援する熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点の取り組みを調査します。お疲れ様。